こんにちは。こんにちは。レンタルボートご予約のお客様ですか。はい、はい、ありがとうございます。こちらの内容でお間違いなければ最後にご署名をお願いします。楽しいマリンライフを送るためには安全第一。そう、安全第一。今日は僕たちが乗船のルール、セーフティーガイドをしっかりと説明するからついてくるっきょ。まずは安全な運航のために、当日の出航前は必ず起床、海床、干潮、満潮時間を確認する必要があるっきょ。当日の状況に合わせ無理のない計画を立てて常に最新の情報を手に入れよう。シーマンシップを確認しよう。忘れている人はいないと思うけど、船に乗り込む前に確認するっきょ。まず船に乗り込む前に必ずライフジャケットを着用するっきょ。ライフジャケット、よし。当然免許がない人は運転してはダメだっきょ。免許よし。シフトレバーニュートラル、よし。エンジン冷却水、よし。エンジンキー、よし。出航前の検査項目はしっかりと確認するっきょ。船長は常に周りに気を配り、見張りを欠かさないようにするっきょ。周囲の安全、よし。人命救助の責任も船長にあるっきょ。浮き輪よし。船長はアルコールなし。もちろん酒酔い操縦も絶対にダメだ。また危険操縦も禁止。周りの船や人、漂流物などに十分注意して安全に運航するっきょ。さあ、いよいよ出航だっきょ。出航したらまず帰路の確認をしよう。後ろを振り返って帰り道の風景を覚えておくと良いっきょ。次に特に注意してほしい事故事例を紹介していくっきょ。まずは見張り不十分による事故、定置網への侵入や岸壁衝突、浅瀬に気づかず座礁なんてこともあるから気をつけてほしいっきょ。定期的な目視での周辺確認と GPS の確認も欠かさないように。次は引き波による事故、波に突っ込んでしまったり引き波に気づかず揺れて怪我をすることが多いんだっきょ。引き波の際は同乗者に声をきちんとかけて自分たちも引き波を起こさないように。最後は飛行時の事故、シフトの入れ間違いで桟橋に衝突したり高速で飛行して重大事故なんてこともあるんだっきょ。急発進、急旋回はしない。余裕を持った時間で帰航して常に慌てないように。こういった事故には十分注意して楽しいマリンライフを送ってほしいっきょ。はい、プロテイン、はい。乾杯。乾杯。乗船の準備と安全の心得はバッチリだっきょか。マリーナスタッフの注意をよく聞いて海のルールやマナーを守りながら本日の乗船を楽しんでください。